言語化プロデューサーの岩凛です。前回の動画でアナロジーについてお話ししました。このアナロジーがすごく端的に分かりやすくなっているのが日本のことわざです。ことわざっていうのは古来からの人類の知恵とも言われていて、人間とはこういうものである、あるいは世の中というものはこういうものであるという真理に基づいた考え方なんですね。なのでこのことわざを表現の中にうまく入れていくと、誰もがあ、そうだよねっていうふうに納得できるような文章あるいは表現力ができるようになるんです。そこで皆さんにも文章あるいはプレゼンをするようなシーンでこのことわざといったものをたくさん使ってもらえるといいなというふうに思っています。もちろんシチュエーションによって使えることわざっていうのは全然変わってきます。ただ皆さんがよりことわざを使いたいなと思ってもらえたらいいなっていうふうに思い、今回は私の好きなことわざベスト10を紹介したいと思います。まず10位、エビで鯛を釣る。意味はエビのように小さなもので鯛のような大きなあるいは高級なお魚を釣ることができたということです。普通に考えたらエビって言っただけでもちょっと高級な気がするじゃないですか。でも昔の人にとっては鯛の方がより高級だったんですよね。なのでエビもったいないなと思っても、そこでエビを餌にしてしまうことによってより大きな鯛が釣れる。これは投資の考え方です。今お金を使うことによってより大きなリターンを得よう、そういう考え方です。この投資的な考え方、人間の人生にも当てはまります。長い人生の中で早い段階でお金をかけて勉強する、あるいは何かの知識、あるいは資格みたいなものを得ておく。そのことによってこれから先続く人生がより豊かになる、あるいはより大きなリターンを得られるようになるという考え方です。皆さんも今何かをしたいな、あるいはこれやってみたいなと思って悩んでいること、お金がもったいないかなと思っているようなこと、今すぐやりましょう。人生は長いんです。今ここで使ったお金は後で絶対に役に立つ、あるいは倍、あるいはもう10倍20倍100倍になって戻ってくる可能性の方が絶対にあるんです。皆さんもエビで鯛を釣りましょう。そして第9位、風が吹けばおケアが儲かる。この考え方は今で言うとシステム思考っていうふうに言われているんですけれども、つまり世の中で起きた小さな出来事が巡り巡って大きな何かを引き起こす可能性があるということを表現しているんです。SDGs の考え方でもまさにこのシステム思考というものが言われています。たった一人の人間が何かを起こすことによって世の中っていうのはいずれ大きく変化していく。だから私たち一人一人ができることからやっていこう、そんな考え方がシステム思考、つまり風が吹けばおケアが儲かるです。そして第8位、思い立ったが吉日。先ほどのエビ鯛の話でも出てきた通り、あ、いいなと思ったことはもうすぐやった方がいい。私たちどうしてもこれやっていいのかな、正解かな、どうかな悩んでしまったり、あるいは失敗が怖くなってしまって成功するかどうか分かんないからやらないみたいなことになりがちなんですよね。でもやってみないと成功するのか失敗するのかなんてのは分からないんです。であれば一刻も早くやった方が絶対にいいんです。なぜなら失敗したとしてもリカバリーしやすいからです。あるいは人生やり直しが効きやすいからなんです。なので私は最近この思い立ったが吉日、思ったらすぐやろう、だって明日になったらもうやる気が失せちゃうかもしれないし、あーもういっかなっていう風に思ってしまう自分がいるのが分かるからです。思ったらすぐやる。ぜひ皆さんも。7位、好きこそものの上手なれ。これは若い子たちとかで話をしている時に、将来について悩んでいる時、あるいは自分にはまだまだいろんなものが足りないって言ってどうしたらいいんだろうって悩んでいる時、必ず思うことです。あなたの好きなことは何なの？本当に好きなこと、飽きないこと、やってて苦労だと思わないことは何なの？そういったことが絶対に才能としても伸びるし、長く長くやっていきたいというふうに思えることだったりするんです。どんなに今得意だと思ってても本当に好きじゃなかったらやっぱり長続きしないし、本当に好きで夢中になってやっている人にはいずれ負けてしまう可能性があるんです。なので本当に自分が好きなこと、そういったことを続けられるように自分の好きをぜひ探してほしいなっていうふうに思っています。6位、千里の道も一歩から。私たちはすぐに成功を求めてしまったりとか、短期間的に結果が出るようなことを考えがちです。でもそんなにすぐ結果が出るようなことって実はなかなかないんですよね。何事も今日やったら明日うまくいくなんていうことはなくって、少しずつ着実にやっていくしかない、それが真理だと思います。何かを上手になる、何かのプロになる、その時も最初の一歩目っていうのは誰にでもあります。でもそれを続けていき、少しずつ少しずつ着実に前に進むことによって千里という偉業を成し遂げることができたりとか、大きな何かを達成することができるようになる、そんな風に思っています。
5位継続は力なり。これは6位の千里の道も一歩からと似たような言葉ですよね。つまり途中で諦めないこと、それが一番大事なんだ。何かで成功したいっていう人はすぐに結果を求めてしまう人が多いです。だからしばらくやって結果が出ないとみんな残念ながら脱落していってしまうんです。でもそれを諦めずに毎日毎日コツ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 続けた人が最終的に大きなものを得られるようになっている。こういうお話はどこに行っても必ず聞かされることなんです。つまり何かで成功している人は特別な才能があったりとか何か特殊なスキルを使ったからじゃないんです。何かというととにかく継続していった、やめなかったという結果だったりするんです。それを続けていくことによって当然上手くもなるし、どんどんスキルアップもしていく。だからプロになれた、あるいは上手な人になれたっていうことなんです。すぐに結果を求めない、継続していけば必ずできるようになる。これ心に刻んでおきたい言葉ですよね。第4位、聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥。これ大人になるとありがちなんですよね。なので自戒の念も込めて入れてあります。つい知らないってことが恥ずかしかったりとか、聞くっていうことが恥ずかしいと思ってしまって難なく知ったかぶってしまうっていうことが大人になるとたくさんあるんです。もちろん今であればインターネットなので検索して調べればわかることかもしれません。でもその場をなんとなく取り繕ってしまって大事な質問ができなかったりとか、あるいは全く違ったと思って時間を無駄にしてしまう可能性もありますよね。であればそこでわからないっていうことはすごく大事なことだと思うんです。素直にわからないと聞ける人の方がすごく勇気があってかっこいい。今ではそういうふうに思っています。3位、情けは人のためならず。これ一応確認のため意味おさらいしておきましょう。情けをかけることは誰かのためにならないよう厳しくしようねっていう意味でないのは皆さん大丈夫ですよね。誰かに対して優しくするということは回り回って自分のところにその優しくされたことっていうのが返ってくるよっていう意味ですよね。最近ギバーっていう言葉も流行っています。どんどん自分からギブできる人というのは回り回って自分のところに何かが返ってくる、あるいはみんなからの情報だったり人が集まってくる、つまり自分のために全部なっているんだっていうふうに言われてます。まさにこの情けは人のためならずという考え方だと思います。私もたくさんのギブができるような人になりたいなっていうふうに思っています。第2位は温故知新。古きを訪ねて新しきを知るということわざとしても使われていますが、ここでは温故知新の方にさせていただきました。私は昔から歴史が本当に苦手で勉強全くしてこなかったし、もうなんでこんなこと勉強しなきゃいけないんだろうって思ってたんです。でも大人になってビジネスのことを勉強したりとかしていくうちに、ビジネスをするんだったら歴史がわからないとまずいなっていうことに気がつくようになりました。そして歴史を自分で勉強するようになると本当にこれが面白いんですよね。そして昔の様々な出来事、あるいは昔の様々な人たちの言葉、そういったものを知ることによって、あ、世の中っていうのは同じようなことが繰り返されていたりとか、あるいはそこから得られる気づきみたいなものがたくさんあるんです。この古いから終わってしまったものだっていう見方ではなく、古いからこそそこを見直すことによってたくさん得られるものがあるっていうものを私は今自分の身をもって実感していることなんです。なのでこれからももっともっと歴史について勉強したいし、昔の人たちがどうだったのか、あるいは昔の日本というものがどうだったのかということを知っていきたいというふうに思っています。それらを知ることによって日本というもの、あるいは未来というものの見方というのがどんどん研ぎ澄まされていく、そんな風に感じているんです。そして第1位は、成功は失敗の母。私もそうだし、多分多くの人が失敗嫌いですよね。でも失敗嫌いだからやらないのか、失敗嫌いでもやってみるのかって大きな差が生まれますよね。失敗というものをどう捉えるのか、失敗したら人生終わりだ、そんなことないですよね。失敗しても人生は終わらないんです。まだ続いていくんです。いや、続いていくから失敗するのが嫌なんだよって皆さんおっしゃるんだと思います。でもじゃあ失敗しないで今の人生のまんまだったらどうするんだろうか。時代はどんどん進んでいきます。技術もどんどん進化し開発されていく、新しいテクノロジーだったりとか新しく発見されたものということによって時代は進化していくんです。その進化していく時代に対して自分は変わらない方がいいんだ、だって進んで失敗したら怖いもんなんて言ってたら、進んでいく時代に対して自分が取り残されている、つまりあなたは時代から見たら遅れをとっている、衰退していってるっていう人になってしまうんです。未来は誰にも分かりません。失敗するのか成功するのかなんて誰にも分からないんです。もちろん失敗しないように成功の確率を高める
ることはいろんなことができます。でも失敗するのが怖いからという理由で何もやらない、変わらないというのではあまりにも人生もったいなさすぎるし、どんどん衰退する人間になってしまいます。失敗したら別のやり方を試せばいいだけですよね。全財産かけての挑戦とかはもちろんダメかもしれません。でもそうじゃなくって、またリカバリーできるような挑戦、小さな挑戦で構わないんです。ちょっとずつでいいので少しずつ前進できるように挑戦していってもらいたいなというふうに思っています。なぜなら失敗することによって、あ、このやり方はダメだったんだなっていうことを私たちは学ぶことができるんです。つまり成功に一歩近づいたエジソン的な考え方ですよね。こんな風に考えて人生を楽しみながら挑戦しながら進めていけたらいいなっていうふうに思っています。いかがでしたか。今回は私のことわざのベスト10をご紹介しました。これらのことわざ、あ、そうだよなって思う、頷ける点たくさんあったと思います。なぜならことわざは多くの人に伝わる原理原則といったものなんですね。なのでこれらのことわざというものをうまく表現だったり文章に入れていくことによって、あ、そうだよね、わかるわかる、みんなに頷いてもらえるようになると思うんです。ぜひあなたも自分のお気に入りのことわざを見つけて、それらを表現に使ってみてください。これからも伝わる文章の作り方や言語化のお手伝い